はい、カード開封動画ですけども、今日は秋葉原で買ってきたカード後編ということになります。よろしくお願いします。それでは早速1枚目から参りましょう。まあ前回はですね、非常に偏りのある引きではありましたけども、まあ好きな、キャラが中心に出てき、まあ好き、全部好きなキャラなんで何が出てもいいんですけども、はい、特にまあほのかちゃんね、自分大好きなんで嬉しかったです。はい、では今日の1枚目です。おお、ほのかちゃんがよく出ますね。はい、これでもいい、あれですね、ワーワーパワフルデーの衣装だと思います。プランタンの時のですね、衣装ですね。わ、これとても可愛いですね。小鳥ちゃんのカードは今まで何枚も出てたんですけども、ほのかちゃんはこれ初めてだと思います。ということで今日の1枚目、ほのかちゃんの、カードから来ました。はい、では次2枚目です。さあ、前回からほのかちゃんがバシ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 出ておりますけども、さあ次どうでしょうか。はい、今日の2枚目はこちらになります。あ、これはモーメントリングの海ちゃんですね。しかも、R プラスという形になっております。キラキラがこう入っておりますね。で、裏側はこちらということです。はい、ということで今日の2枚目はモーメントリングの海ちゃんカードでした。さあ、次は3枚目です。なかなかね、前回から静かな引きが続いておるんですけども、まあ、どうでしょうかね。やはり秋葉原ということで、買ってきたんですけども、今のところ秋葉原でね、いいカード出たこと一回も私ないんですけども、はい。次は3枚目です。こちらになります。おっと、すごいな、これ、ほのかちゃんがまた来ました。うわー、すごいな、これ。ほのかちゃんカードがバシバシ出ておりますね。ここまで偏りが出てるのっていうのも珍しいなというふうに思うんですけども。はい。ということで、今日の3枚目はほのかちゃんカードでした。これも嬉しい1枚でした。はい。では次4枚目です。いやー、秋葉原、やはり、あれですね、難易度高しということで、何も出なそうな感じですけども。はい。次は4枚目参ります。こちらのカードです。お、これはマキちゃんのミュージックスタートのカードになりますね。はい、こちらのカードです。裏側はこちらの絵柄になっております。はい。まあ、マキちゃんもね、前回から結構出てるんですけども。はい。ということで今日の4枚目はマキちゃんカードでした。さあ、何とも笑ってもいよいよ最後の1枚ということで、私も今手持ちに持ってるのこのカード1枚だけしかないんですけども。いやー、なかなかやはり、あれですね、都会で買うと、私は都会と相性が悪そうです。じゃあ最後のカードはこちらになります。おっと、海ちゃん、まあ嬉しいですね。これ結構私持ってます、すでにもう。はい、海ちゃんのモーメントリングのカードということになります。こちらですね。はい、それでは、今日のカード振り返ってまいりましょう。まあ今日はですね、まあ何もなかったということではあるんですけども、まあ、それでもね、やはり、ほのかちゃんとみちゃん、あとマークちゃんカード出てくれて嬉しかったです。まあ、うみちゃんのね、モーメントリングは結構持ってはいるんですけども、まあ、たくさん、まあ、好きなカードあればあるほど嬉しいということで、あと、ほのかちゃんのカードと、このマークちゃんカード新しく出たカードではないかというふうに思います。はい。ということで、以上で、まあ、以上はカードの開封だったんですけども、まあ、あまり、まあ、レア度が高いもの何も出なかったんですけども、まあ、はい。また次回以降ですね、頑張っていきたいと思います。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。それではまた。